はい、西村文夫。どうもー。オフィシャル。まあ、いい、ね。鍋が無理に。いや、それやめてくれ。それはやめてくれ。それをね、定着させないでくれ。はい、西村文夫。オフィシャルです。覚えてください。なぜかんぶりに言うの？はい、今日は、友人二人と、釣りをしたいと思います。はい。ね、タコと、キスを釣って、タコ焼きと天ぷらを、昼飯でね。僕は、カジキマグロ狙います。堤防からカジキマグロ狙います。何かんぶりに言うの？で、田んぼに力で不要です。俺これ使われてない。何かんぶりに言うの？前回で、田んぼに力で不要です。俺これ使われてない。ということで、早速行きたいと思います。でね、ヒロ君とタクちゃんです。はい。でね、タクちゃんが、今日、1時間遅刻したということで、はい、タクちゃんの、渾身のモノマネでスタートしたいと思います。すごいやつですね。あのすごい例のすごいやつです。大学の時大爆笑だったですね。はい、本当に一番でかい教室の中で一番笑いを取った男。ハードルがってるよ。じゃあチューする。じゃあタクちゃんチューする。チューする。チューする。じゃあ、タクちゃんのモノマネまで、3、2、5からいけますよ。もうボケが多い。すいません、そういう回じゃない。すいません。じゃあいきます。タクちゃんのモノマネまで99から行くよ。99。違いました、すいません。出発でグー出しゃばりました。ではお願いします。どうぞ。じゃあタクちゃんのもう一回、もう一回じゃあタクちゃんのモノマネまで、はい、3、2、1。はい。キスかタコか。いや、やったの今。うん。俺か俺以外だみたいな。じゃあ、99からいきますよ。99、98。出発ができん。1分30秒考える時間から。あ、そういうことね。うん、どうぞ、本当に99か、98、97、96、95、94、93、92、91、62、61、60、58、55、60。あ、思った。行くよ。行こう。釣りへゴー。行きますか、じゃあ。行こう。撮り直そうだね。撮り直そうって。ふざけないバージョンを。はい、西村文夫オフィシャルです。です。今日は、友人二人と、釣りをしたいと思います。タコとキスを狙ってお昼に、たこ焼きと天ぷらをしたいと思っているので、はい、頑張りましょう。はい、僕はイカを狙います。真面目なやつ取るって言ったよね、今ね。これ今テイク2なの今。ね、真面目なやつ取るって言ったよ、ね。すみません。本当？メガネ取ります。オッケーオッケー。でもイカの仕掛け持ってきたよ。あ、イカの仕掛け？ボケが多いってテイク2ってまあいいけど、はい、じゃあ早速行きたいと思うのですが、はい、タクちゃんが、1時間遅刻してきたということで、タクちゃんに、そうなんですよ、渾身のね、この前もうちょっと言っていいですか。いいよ。いや、この2人は僕が遅れるって言って散々言ってたんですよ。そうね、僕が一番早かった起きるの。そうね、ちゃんと指定した時間に唯一起きた人間。ヒロは起きたらまず俺起きたよって LINE をしなさいって言って。そう、だからね、2人から返信がなかったからもう不安でしかなかったっすね。俺はちゃんと起きてる、うん、あれ今日のやつこれがもうないのかなって思っちゃった。はい、ごめんごめん。それはタクちゃんが今ね挽回してくれる。そうね、うん、じゃあタクちゃんのね渾身の、モノマネギャグで、はい、スタートしたいと思います。そうです。じゃあ5秒前からね。いきますよ。10、9、8。どっちか重いて。いいんだけど、いいんだけど。7、いい、はい、6、5、4、3、2、1。鍋冠にバッチリ書いて、田んぼに力で不良です。レッツゴー。はい、じゃあ釣り場に着いたので、
疲れ様でした。ここはちょい投げが難しいとのことで、タコオンリーで。から僕が喋りたいと思います。水中の中で、水中の中でどんなことが起こっているのか、水中の中でどんなことが起こっているのかっていうのを、今からタコちゃんが説明します。僕映ってます？見えてるみたいですね。ここが海の底です。海の底です。今クリオが投げました。海の底に着きました。これを引きずってきます。その次にタコが、タコがかぶさります。で、その重さで、重さが分かった、タコが乗った重さが分かったら、ここで引っ掛けます。ここに入って引っ掛けます。そしてタコを合わせます。合わせます。それが原理です。これが水中の中で目に見えないところで起こっている戦い。釣りはね、あの時間をゆっくり感じながらね、自然をゆっくり感じながらやるので、これじゃあさ、こういう感じか、こう常にこう、あのね、そこを取ってたの。タクちゃんは上級者ですね。海をもう経験者です、ね、僕は、まあ、ほぼ素人に近い形です。どうですか、記念すべき一投どうでしたね、そのか。なんもなかった。なんもなかったらしいですね。なんもなかった。でもなんか釣れてるぜ。なんかひっついてるぜ。なんもついとらん。なんか違う、これね、あの、うわーのね、中盤ぐらいですが、調子どうですか？そうですね、なんていうんですかね、気持ちは絶好調です。はい、紹介です。大学からの友人の一人の、片山博則くんです。どうも。大学一緒だったんだけど、陸上の高跳びとハードルだけ。はい、はい、彼インターハイチャンピオンでございます。ただ大学でもうすぐだよね。2年ぐらいかな、うん、辞めたのは。辞めて今は、俳優さんをやっておりますと。はい。最近何に出てた？ナルトですかね。あ、ライブスペクタクル、ナルト、刀剣乱舞などなどですね。うん、割と 2.5 次元が多いね今。そうですね、うん、11のロンティー着ておしゃれに着こなしてくれておりますと。てか火出てきたね、あったか。そうなんですよ、暑いんですよ。ぜひタコなしのたこ焼きはしたくないので一匹。そうなんです、うん、お願いします。はい、今ちょうどあのわかめが釣れました。わかめ大丈夫なんで、タコお願いします。いや
本当にタコ。多分あのね、僕聞いた話なんですけど、うん、ここの海には、うん、伝説のタコ、クラーケンがいるって言われてるので、ね。ちょっと待って、クラーケンこの竿で釣るの？クラーケンが、ぜひクラーケンが住んでるっていう、はい、いい取れ高期待しております。はい、そいつを取ってやろうと思います。はい、俺が勝ちますよ。じゃあこの一投でいきますよ。はい、後ろよし、前よし、蜜よし。全然飛んでないじゃん。すごい手放してクラケンそこいる。クラケンそこいる。じゃあ引き続き頑張ってください。ういはい、2人目、タクちゃんです。タクちゃんも大学からの、付き合いで、ハンドボール部のキャプテンでしたね。俺がバスケットボール部のキャプテン、タクちゃんがハンドボールのキャプテン。これが仲いいんだ。仲良かったね。うん、よくね2人で牛角行ってましたと。はい、で今日ねタクちゃんが釣り結構するということで、だからもう俺の中で一番今日タコ釣る期待度が高いのはタクちゃんかなとは思っております。釣れないっす今のとこね。当たりないね。当たりがない。まあヒロはなんかあのこの海の主のクラーケン釣るとか言ってるから。さっき俺地球釣ったけどね。はい、タクちゃんタコ引き続きよろしくお願いしますと。頑張ります。よし、皆さん結果はいかに。帰ってきました。帰ってきました。はい。暑かったですね。見事にね。はい。すごかったですよ。盛り上がったよね。盛り上がりましたね。見事にすごかったよねあれね。マジですごかった。もう日焼けもしたし。かなり。3時間ぐらいいたよね多分、うん。もうちょっといたんじゃないですか。3日？3日後なんだ今。3日同じ服着てた。違う、2人とも気が付いて痩せたと思いません。じゃあ結果ですね、タクちゃん、結果報告お願いします。ねえ、2個じゃん。自分の餌は843円。すごいよね、お得パックですから。ジャンボです。残念でしたね。当たりびっくりとも来なかったね。うん、全く来なかった。本当にあのね、皆さん本当に自分たちのびっくりしてるんですよ。こんなに来んのかと。びっくりしてるね。まあでもリアル感があってね。まあね、うん、釣れる時ばっかりじゃないですから、ね、やっぱ逆にだからさ、こうラー油買ったりとかチャンジャ買ったりとか、うん、逆に豪華になったから。そうね、うん、じゃあお腹すいたしやりますか。やりましょうか。楽しんでいきましょう。今からたこ焼きをね、うん、いやークラーケンを倒したかったんですけどね。クラーケンピクリともこんかったな。準備はしてたんですけどね、クラーケン倒す。準備はしてたんですけどね、クラーケン倒す。はい、失敗からの、第2回目。これ美味しそうだよね。良いのではないでしょうか。果たして成功するのでしょうか。どうなのか。あのね、ちなみにあのめげずにまたキャベツ入れてるんですか。俺じゃねえ。奥が食べるラー油とチャンジャを入れたりしておりますと。奥からグラデーションだよね。そうだね、これ綺麗だもんね、うん、だからチャンジャが入ってラー油、チャンジャが抜けてラー油のみ、うんうん、
で、ラー油と、紅生姜が来て、そっから、なぜかわかんないけど、最後はキャベツに行き着く。切ってるでしょ。じゃ切ってない。切ってないけど、なんか変な方向回っちゃった。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。結果は、一匹も釣れずでしたが、なかなか楽しいたこ焼きパーティーでしたと。近々リベンジしよう。そうですね、リベンジしたいですね、うん、まあタコじゃないにしろね、何かちょっと釣りをして何かをこう釣るところを見せたいと。次は何行きますか。次何行く。まあちょっと時期的に言うとマグロなんだよね。今ね、このマグロの下りでテイク5だね。今テイク5 1,2,3,4 と全部マグロの下り喋ったのよ。まあまあまあいいとして、マグロじゃない人だから、まあ0,100の話してるから50ぐらいね。何行こう。そうね、カツオだ。カツオは釣れるんだ。釣れる。あ、悪くない。あ、でもカツオは釣ってなんか、うん、ね、あの刺身にしちゃうとか、たたきにしちゃうとか、うん、なんか、うん、できそうですね、カツオ。うん、じゃあちょっと近いうちにまたリベンジ動画をこの3人でも撮りたいと思っているので、皆さんまたぜひご覧ください。はい、ということで、せーので、みんな手振って終わる。じゃあ皆さん、じゃあせーので、そうしようか。恒例のあれやりましょう。いや、やりません。違う、恒例のあれはやりません。手振って終わろう。手振って終わろう、行くよ。じゃあ、皆さん、またね。なべかんぶりに、バッテン書いて、田んぼに力で踏み落です。覚えてください。やんないからね。切れた。